はい、こんにちは。お久しぶりです。ちょっとだけライブやろうかなと思って、久しぶりですが、梅雨タングルの途中なんでね、なんかちょっと結構出題者の方たちが毎日のようにね、ライブやってくださっていて、なんか みんなやってるからいいかなと思ってたんですけど、ちょっとね、お知らせいくつかしたいなと思って、ライブしてます。一つ目は、ゼンタングルミートアップイン浅草 with アリシア from スペイン。ね、スペインからアリシア・ジーレイさんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼女とちょっと楽しいワークショップやろうかなと思っていて、もう、かなりね、私、もうちょっとギリギリだったので、こんにちは。プレジョパック21お気に入りに登録します。ありがとうございます。そうそう。ちょっと人集まらないかな？とか。なんと、変な人が帰ってきた。心配してたんですけどね、すごい、いい感じです。いい感じに、集まってきましたので、そうですね。結構、もう、30人ぐらいですかね。もしもう浅草ワークショップ来たいなと思っている方は、ぜひ、お早めに、まだ大丈夫かな？なんかまあ、平日だってこともあって、あと皆さんね、まだ寸前でもうシフト決まっちゃってます、みたいな、方もいっぱいいらっしゃるんで、まだ大丈夫そうな予感ですが、もし行きたいって方がいたら、ぜひいらしてください。初心者の方でもね、楽しめるような内容のものを私は考えてます。アリシアにも一応そういうふうに、してねって言ってありますので、はい、大丈夫だと思います。どうしようかな。ちょっとこれ、一応今日、そうそう、梅雨だから9バイン書こうと思って、今日9バインですよね。今日9バイン、合ってる？合ってるね。橋本さんの9バイン。はい。ていうのと、2つ目は、そう、先ほどね、ユーフーさん書いてくださいましたが、プロジェクトバック21。見せていいのかしら？見せちゃう。まあ、パッケージだけだけど。結構大きい。一つ、普通のやつ、普通のタイルはこのくらいだから。結構大きいです。中身ね、見せちゃダメなんだけど、結構面白いのが入ってました。何するかはわからないけど、これどうするんだろうみたいな感じのものが入っていたので、ぜひ、お買い求めください。で、浅草に来られる方は、私手渡ししますので、先に、ちょっと優先で、予約できるようにしました。ちょっと後でお知らせそれ入れますね。そう、送料とかね、かかっちゃうんで、手渡しだとちょっとお安くできるかなと思って。なかなかね、今ちょっと円安が結構激しいのでね、この前最高円安でしたよね。142円だったかな。もう本当に大変なことになっちゃって。早く円がもうちょっと強くなるといいんですけどね。はい。っていうのと、そう、プロジェクトバックね。お楽しみに。で、一般の方っていうかね、7月1日から、販売します。で、結構十分な量はあるはず。そう、どうしても欲しいって方は買えるはずですので、欲しい方はぜひ土曜日かな、7月1日土曜日の、朝10時から販売されますので、ぜひぜひ、ポチってください。大体いつもね、1日か2日でなくなっちゃうんですけど、そうそう、見逃しちゃうとなくなっちゃうかもしれないんだですが、どうしても欲しいって方はね、忘れずにポチポチしてください。9倍、
中から出てるってしたかったんだけど難しい。そうね。とあと、最後3つ目ですね。私今、毎日ね英語を勉強してるんですけど、なんでかって、そうそう、香港にね今度行くんですね。11月かな。あゆみさんと行くんですけど、それはパーティーがあって、あそこでも英語必要だなと思ってたんですけど、なんとこの土曜日じゃない、ドイツのね仕事、お仕事が決まったんでございますよ。嬉しい。 CZT Days っていう CZT の方向けの、 CZT しか受けれない、クラスなんですけど、一応去年は対面、去年だったかな、そうだよね、夏に対面で出て行きたいなと思いつつコロナで行けなかったんですけど、そうそう、今年はねハイブリッドでなんとやるそうなので、ちょっとね日本からドイツ遠いんだけど行きたいっていう方はね、ぜひ。ハイブリッドでも嬉しいけど、できればドイツに一緒に行きましょう。行かないですかみたいなね感じで、ドイツ一緒に行ってくれる方、一緒に行ってくれるっていうか、ご興味あって行ってもいいなって方募集中です。ね、ミュンヘンってとこであるんですけど、私ミュンヘン行ったことないんだよね。行ったことある人いますか？ I'm studying English every day too. Oh, 人生王さん。Oh, really? Yes, I study English every day. I want to study 1 hour.One day, one hour? 合ってる？1日に1時間だいたいやろうと思ってるんだけど、 I try to study English every day, 1 hour, but it's difficult for me. I study English, but other time I only listen to theYouTube English in English and podcast in English. So I want to, なんて言ったらいいんだろう。英語が全然出てこないじゃん。まあそんな感じです。ね、まあリスニングをねちょっと強化中ですって言いたかったんだけど、なんて言うんだろうね。My hearing っていうのかな。My ear is not good for English. So I listen and listen and I watch movies and I watch a short movie in English. A short movie, not, no, no, short drama in English.On YouTube. So, but it's very difficult for me. なかなかね聞こえるようにならないですけどね。まあでもね日々ですね、毎日やってるとちょっとずつ良くなってるのは、いやちょっとずつ良くなってるのも全然わかんないんだけど、ある日あれなんか先週よりいいぞみたいな感じです。はい、あと。そうですね、最近の出来事といえば、私これも最近の私の流行りじゃないな、私なんか更年期かな、なんだろう、すごい暑い、急に暑い時がある。でも夏だからじゃないかなって思ってるんですけど、違うかな、何なんだ。更年期の話はねしたがらない人もいるから、
しなくていいんですけど、私は全然恥ずかしくもなんともないと思ってるので、で当たり前のことだからなんかやっぱり、でもね、そのホットフラッシュっていうんだってね、あれね、急に暑くなったりするやつ、汗がすごいの今もすでに。でも夏だからかな分かんないけど、とにかく汗、なんか体温調節がもういかなくて、中に起きたりとか、暑くて、で暑くて あの布団脱いで寝てたら今度寒くて、キムキムさんこんにちは、家について始まってました、何のライブですか、ソエデさんこんにちは、ね今日はなんだろうな、あそうそう、ゼンタングルミートアップ来てねっていうのと、置いとこっかなここにっていうのと、あとはなんだろう、あプロジェクトパック始まるよーだっけ、プロジェクトパック21の、販売ね、7月1日に、から販売開始です。キノコのさん、暑いですね、苦しいですね。あ、じゃあ私の更年期じゃないのかなわかんないんだけど。でもなんか更年期チェックみたいなのやったら、なんだっけな、その暑くなるだけしかないくって、他なんかイライラするとか、なんかそういうのも項目にあって、それはなんかあんまりイライラしないのですよ。あんまりイライラはしないので、あ、じゃあ更年期じゃないの、ただ暑いだけかなっていうことで、ゆうふさん、私は手術でいろいろ全摘してるので更年期真っ盛り、ホットフラッシュ婦人科で見てもらってます。あ、本当ですか、更年期つらい、そっか、じゃあ私全然これ違うのかな、なんただの暑い人なのかななんかすごい汗が、私あんまり汗かかないかかない方だったんで、だから余計に、ただの夏かもしれないけど、私はホットフラッシュ真っ盛りです、急に汗だく、あね、今私まさに超汗だく顔とか、でもなんかこれが冷えるとまた急にすごい寒くなったりして、なんかわかんない、もしかしたら全然関係ない、ただの夏かもしれない。そっか、まあ、お年頃ってことで。あ、キノコのさん、イライラはきっとゼンタングルしているとないのかも。なるほど、さあそういうことにしておこう。更年期って何なんだろうね。なんか言葉があんまり良くないで、よろしくないですよね。よろしくないとか言うね。ユフスさん、私もイライラはないんですが、寝汗かくと決まる。あ、本当ですか。私もね、寝汗っていうか、もう夜中にもう暑くてと思ったら猫がなんかすごい近くにいたりとかするんだけど、あ、お前かみたいな、ね、まあ、そんな感じで日々生きとりますが、あっていうそのお知らせね、お知らせ2つと、あとなんだっけ、あそうそう、ドイツでやるのよ、あドイツで仕事するの、私かっこいいでしょっていうかっこいいでしょ、そうで英語やってんだけど、やばい、今のさっきので全然英語できてないじゃんって思っちゃった、私今日さす、私もいろいろ全然、あっ、キノコさん、そうです、言葉の響きが悪いですね、ユッキー子さん、私もイライラ全然ない、全体グルーこうかそうかも、キノコさん、ジャックルどうですか、ジャックルもう本当にあの子ね、悪い子ちゃんですごい悪い子なんです。キノコのさん、ドイツ、そうなんですよ、あ2月なんですよ、あれね、2月に CZT だけの CZT だけが受けれるやつなんで、キノコのさんもし貸したら来れるかもしれないですよ、そういうこと言っちゃいけないのかな、個人情報言っちゃった、ホットフラッシュありました、ソラベアさん、ホットフラッシュありました、でももう終わりました、そんな年になりました、辛かったです、そっか、フットフラッシュでも私間違えてるかもしれないんでね、ちょっとあの間違ってたらごめんなさい、そんなんじゃないよってそんなんじゃないよかもしれないんですけど、でもなんか急に暑いんですよね、あそう、猫ちゃんねめちゃめちゃ悪い子ちゃんで、もうあの抜歯して、もうね結構
めっちゃ元気なんですけど、悪い私の邪魔ばかりして物を落としたり、紙を食べちゃったり、机の上に乗って鉛筆一本ずつ落としたりとか、すごい悪いことしてます。カオルさん、小学生の娘が全体に興味を持ち始め鬼のように書いています。ああ、上達する方法ありますか。素敵。小学校何年生なんでしょう。どうだろう。でも鬼のように書いてたらきっと上手にならなくて大丈夫なんです。なんです。ただ書いてるうちに昨日より今日より明日みたいな感じで自分が書きたい線を書けるようになってくると思いますので、ジェンタングってノーミステイクって言って間違いがないっていう考えがあるんですけど、なんか下手くそだなとかうまくいかなかったなと思っても全然そのままでいいんです。書き殴ってください。紙をいっぱい与えてあげてください、はい、上達することがゴールじゃなくて、そうですね、書いてて鬼書いてるのが楽しいっていう状態がもういいことです。うん、ね、クラコノさん、めちゃくちゃかっこいいドイツビール、キノコノさん、ジャックル元気になったよ、アピールが激しい、そうそうそう、あ、元気になったよアピールね、そうな、ユフさん、鉛筆一本ずつ想像したらめちゃくちゃ可愛い、アンディさん、わかります、鉛筆一本ずつ落としまくすよね、カオルさん、読んでくださりありがとうございます、6年生、あ、うちの息子と一緒、うちの息子も大好きで、大好きなんだけども、なんか家で書こうよって言うと、今そういう気分じゃないんだよねとか言って書いてくれないんですけど、ゼンタングルのワークショップに参加してお姉様たちと書くのが大好きで、よかったらゼンタングルワークショップいらしてください。6年生なら全然楽しめると思います。今度ね、この浅草でもありますね、ちょっと住んでる場所分かりませんが、よかったら外国の先生もいらっしゃって、いいですよ、きっとインターナショナルな感じ楽しめると思います。そうなんですよ。なんだっけ、あ、一本ずつ鉛筆落としてるのね、なんか大変なことになってますよ。で、なんかすっごい悪いところを動画に撮ってやろうと思ってるんですけど、カメラを構えるとやめるんですよ。なんかいい子のふりしちゃってなんか分かってんのかしらって感じ、やだわ。キノコのちゃん、キノコのちゃんとかしてたキノコのさん、はい、ハヤト兄ちゃんはレゴもあるから、そうレゴもあるから、あ、そうですね、レゴもあるから今そういう気分じゃないみたいなね言われちゃうのね。そうなんですよね、なかなかね家で遊んでくれないんですけど私と。ワークショップね、そうそう、ゼンタングルが上手になりたいね、まだそこがゴールじゃないんですけど、やっぱりね書いててもっと綺麗に書きたいなってね思うのが当たり前のことなんでね、それを絶対ダメって絶対ダメってことはないですよね、絶対うまくなっちゃダメってことはないで、一生懸命上手になってほしいですけどね、上手っていうか自分がこう書きたいみたいなのがね書けるようになるとね楽しいですよね、きっとね。アップル、はい、グッドアフタヌーン先生、はい、グッドアフタヌーンアップル、そうですね、ゼンタングルのそうですね、コツは丁寧に書くことです、何度も言いますけどね、あと大きく書くといいですね、お子さんはね結構大きく書き始めて、細かく書ける方はね細かく書いていいんですけど、最初から細かく書くと疲れちゃうのでね、だから最初大きくだんだん細かくっていう風に書いていくといいかなと思います。そう、プロジェクトパック21のチュートリアルもね作ったんですけど、おまけをね作ったんですが、
自分で言うのもなんですけど、いや自分で言いますよすごいめちゃめちゃいいやつできちゃったんで、おすすめです。おすすめですっておかしいですね。なんかおまけチュートリアルだけじゃやっぱもったいないかな。ちょっと後でもしかしたら販売しちゃうかもしれないですけど、ちょっと先行で見たい、早く見たいって方はね、ぜひ、7月1日にご購入ください。とあと浅草の方はね、後でメールね送りますね。楽しみにしててください。あと CZT の皆さんはドイツに私と一緒に行くか、または、ハイブリッドでねご参加ください。キノコのさん、浅草予定なかったら参加したかった、録画レッスン販売引き、あ希望、そっか録画ね今回はねないかもしれない、ないかもしれない、ないですねちょっとごめんなさい。さあアリシア先生ね、アリシア先生の録画ちょっと引いてみようかな。でもアリシア先生どうかな、まあ、ご動画作れないわけじゃないと思うんですけど、ちょっとまだね決めてないですね、すいませんね本当に。あプロジェクトパークはねぜひお忘れないように。また、ね、他の先生ももう販売してもうね売れちゃったりとかしてましたね。大丈夫かしらって感じですね、まあ、そんな感じで結構人気なんでね、どうしても欲しい人はお早めにお願いします。同じこと何回も言っちゃってすいません。細かく書いてみようかな。英語ペラペラになりたいんだけどダメですねこんなんじゃ。ライブで喋るのはハードルが高いな。黙っちゃうハッピーバッカーさん、What brand are you, your pants?、this is a sakura? Sakura Micron on one. Maybe in America you can find this design. It's the same product.And thank you for this video. You're welcome. PP21 迷ってたけど購入したくなっちゃった。あ、本当ですか。いろんなキューバイン指摘、キノコのさん。ありがとうございます。あ、PP21 迷ってたんですか。今回良さそうですよ。なんかね、全、まあそういうことね、いつもいいんですけど、ね、まあいろんな意見があるんでね、あんまりにもちょっとこう、19かなんかがすごい大きかったじゃないですか。あれがとっても大変で嫌だったって方もいれば、あれはすごい楽しかったって方もいれば、でなんで20はすごい普通のタイル、もともとそういうスタイルだったんですけどね、だったので、なんか残念って思った方もいれば、あーなんかほっとしたっていう方もいるし、いろいろですよね。わからないです何がいいのかな、良かったり悪かったり。今回私はなんか見たことないものが入ってましたしか言えないけど楽しみにしていてください。あと B10B ウェルバンドルは良かったですよね。あ、キノコさん、先生がアプリおすすめしてくれた英語のアプリを頑張って毎日トライしてる。わー、何日目ですか。私今42日目ですね、なんかちょっとゲーム感覚でね、1日ちょっとずつできますよね。そう、毎日ね頑張っているんだけど、1日本当は5時間ぐらい英語できるといいらしいんですけど、そんなに5時間もね英語やるの大変なんで、だいたいそうです、アプリで勉強するのが最低でも20分、でも20分も結構大変だよね、やるので。あとはそのポッドキャストとかだ YouTube で、番組聞いたりとか、あと映画見たりとかですかね。キノコのさん、先生が見たことない道具なんだろう、ワクワク、ね、ワク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 ですよ、不思議なものが入
入ってました。あんま言えない、言っちゃダメって書いてあった言っちゃダメよって、あ、これ線がなかった。すごい努力ですね。おすすめの映画アプリ知りたい。あ、あ、言っちゃおうかな。じゃあ、あのデュオリンゴです。デュオリンゴってまあ普通に結構有名、無料でもできますのでね、有料でももちろんできるけど、やってみてください。もうね、本当に初歩の初歩から始まるんで、やってらんないわこんなのってね、なる方もいるかも。ある程度できる方はちょっと物足りないかもしれないですけど、でもね、いいと思いますよ。ちょっと飽きない感じの、飽きないような設計になってます。まだ20日くらいかな、少し難しくなってきた。20日続いてるのすごいじゃないですか。なかなか続かないですよ。5分だってね、いいじゃないですかね。あ、ゆきこさん、ありがとうございます。あ、どういたしまして、一緒にやりましょう。なかなかね、私なんか友達とかとやるといいみたいだけど、私一人でやってるんで、自分との戦いみたいな先週の自分との戦いみたいな、先週は5時間やってたのに今週は4時間しかできてないぞみたいなのをやってますね。もっと頑張らないとダメですね。今日もやらないと。よくできてますよね。ね、キノコのさんも一緒にやってんだよね。よくできてるっていうか、まあね、そうですね、なかなか同じことをすごい繰り返しやらされるんで、なんかもういいよって思うんだけど、定着してるのはわかる。私はなんかずっと何がオンで何がアットで何がインなのかっていうのも全然、そういうところの基本的なことは私分かってなかったから、そういうところすごくしつこくやってくれるんで、もう分かってるよっていうところまでね、やるのでいいと思います。意外とまあそれできなくても話すことできますけどね。オンとインとでね、なかなか使い分けが難しい。アット時間何時何分はアットとかねなのに働く場所もアットとかね、もう覚えるしかないですね。でもそこじゃないですね、もうちょっと語彙を増やさなきゃダメです。私語彙力がない語彙力、うちの息子も後ろで聞いてて、結構ヒアリングできてて、お、今言ったの分かったみたいな。さすが、ね、夏休みももうすぐ、私の中ではもうすぐって感じ。もう6月も半分過ぎましたよね。びっくりですよ。もう半分、今年が半分終わっちゃう。この前始まったばっかな気がするんだけど、嫌になっちゃいますね。あ、ゆうさん、先生おすすめのアプリダウンロードしようとしたらすでにアカウント登録してた、キノコロさん、ジャックル元気だって嬉しい、ありがとうございます。そう、デュオリンゴで私もね、あ、ユフさん、過去の私はどこでやめたのか、今度こそ頑張ろうと思う。なるほど、頑張ってください。私もね、結構前に息子にやらせようと思って登録してたんですけど、息子は案の定あんまり続かなかったんだけど、私は やってなくて、で、この前オランダの人と、メールでいろんな人とよくやるんだけど、なんか私英語喋るようになりたいんだけど全然ダメだとか言ってたら、デュオリンゴいいよって言われて、やってみたらって言われたから やってるんですけどそうやってます。あ、みこちゃん、私もアプリ入れて放置キムキムさん、浅草のライブは何人ぐらい集まる予定ですか。ライブっていう言い方めちゃめちゃかっこいいですね。そう、ライブみたいなもんですね。そうですね。ですね、一応ね、38人の予定で、今28名ですかね。なんで、あと10名ぐらいで満席です。ちょっと満席、ちょっとね、平日なんで、満席にはならないかもしれない。あと急だったんだね。皆さんもご予定入ってる方が多くて。なんですけど、
もうね、30名ぐらいいらっしゃったら嬉しいなって感じです。もういい感じだと思います、いい感じだと思います。あ、人生ウォーさん、私もデュオリンゴです。中国語と韓国語も勉強してる。そうなんだ。キムキムゴーさん、ありがとうございます。どういたしまして。そうそう、いろんなね言語があるんですよね。私もなんか中国語とかやってみようかなとか、あのふと思ったんですけど、でもまず英語だなと思って英語やろうと思って英語やってます。デュオリンゴなかなかね、まあ基本だけどね、でも基本が大事ですよね。でもね、耳は本当に良くなってくると思います。私今日すごい大事な会議、英語で大事な会議あるのにこんなんで喋るのかしら、ね、本当はちょっと今日とか英語でライブできるようになりたいんだけど、できたらかっこいいよね。緑の小鳥に久しぶりと毎回言われるデュオね、デュオだよね。小鳥、私のもう緑の小鳥じゃないですよ、なんか燃えてますよ、メラメラと。なんかどんどんねアイコン変わっていくんですよ、レベル上がると。まあでも他にもね、いろんなあのアプリがあるんでね、もし合わないなと思ったら違うのもやってみたらいいかもしれない、ね。今日言いたかったのはこのゼンタングルミートアップの話と何回も言うなってすいません、ここに書いとこう。あと、そう、CZD デイズに出るよって言いたかった。CZD ミュンヘン。ミュンヘンってなんて書く？ミュンヘンがさ、ミュンヘンじゃないんだよね。発音が。ミュンヘン。ミュンヘン書けない。あ、そうなのか。だからアイコン変わってきたんだ。あ、そうそうそうです。そうなんですか。やる気出そう。そうですよ。やる気出してください。I あ、おかえり、帰ってきちゃった女子たちと。あ、いらっしゃいませ。あ、では皆さん今日女の子が遊びに来て、ではそんなわけですいませんでした。 I participate a CZT days in München。 なんて読むの？I don't know this correct pronunciation as I participate this event as instructor in February next year. So if you join us, please participate. Please. This event is a hybrid, so maybe you can join here.OK ということで、はい、ではまた会いましょう。浅草もあるよっていうのも、お知らせでした。あとプロジェクトパックですね。はい、あとは引き続きツユタングルも楽しんでください。皆さん見てくださってありがとうございました。デュオリングやってる人は、頑張っていきましょう。私も1年ぐらいはこのミュンヘンまで必ず続けようと思ってるので、頑張ってます。I study English in, with, Duolingo app. So, I try fluent. I want to be fluent speaker in English. ではまた会いましょう。さようなら。またね。バイバイ。